中国の歪んだプロパガンダが自国を自滅へと導く、日本の処理水海洋放出に過剰反応した結果、特大ブーメランを食らっているようです。皆さん、今大変ニュースで話題になっている福島第一原発の処理水海洋放出にお隣の中国が大激怒しているのはもうご存知ですよね。ギリギリまで溜まった原発処理水が今年ついに海洋放出され、福島第一原発廃炉への長い道のりが始まりました。しかし中国では処理水放出に納得いかない人々が大暴れ、日本への嫌がらせが相次ぐも、中国政府は問題を見て見ぬふり、岸田総理も遺憾と述べるも、事態の収拾は未だついていません。しかし最近中国国内では少しずつ動きが意外な方向へ変わってきているようです。しかもそれはまるで自分たちの今までの行動が特大ブーメランとなって帰ってきているかのよう。今中国で一体何が起こっているのでしょうか。今回はそのあたりを深掘りしていきたいと思います。東京電力は2023年8月24日の午後1時ごろ、東京電力福島第一原発にたまる処理水を太平洋に放出する作業を開始しました。この措置が始まった直後、中国が強い対抗措置を打ち出します。中国外務省の汪文斌副報道局長が、中国政府は食品の安全と中国人民の健康を守るためにあらゆる必要な措置を講じると述べ、日本からの海産物の輸入を全面的に禁止したのです。中国はこれまで原発事故のあった福島県など10都県に限り水産物の輸入を停止していましたが、今回はそれをさらに拡大。さらに翌25日には、中国は食品業界の経営者に対し、日本産の水産物を購入し、加工、調理、販売することを禁じると発表しました。また、観光業においては、中国の旅行会社で日本行きツアーのキャンセルの問い合わせが増加。旅行会社の中には、新規の募集を見合わせる動きも出ています。9月末からの中国での大型連休を前に、影響が出ることが懸念されているようです。さらに、外務省によると、中国では、日本大使館などへ抗議や嫌がらせの電話が相次いでいるほか、日本人学校では敷地に石が投げ込まれたケースもあります。日本国内でも中国からとみられる迷惑電話が相次いでいることはニュースで大きく取り上げられているので、ご存知の方も多いでしょう。処理水放出が始まった翌日から、中国の国番号86で始まる電話が日本各地にかかってきています。いずれも片言の日本語や中国語で何かを訴えかけたり、罵声を浴びせてきたりする一幕がありました。あなたたちはなぜ汚水を排出するのか、あなたたちはバカ、なぜ排出するのか、あなたたちは頭が悪いよ、中国に核汚染水を流してあなたたちはろくな死に方をしないように呪ってやる、いやいやちょっと待ってください、後ほど詳しくご紹介しますが、原発処理水を海洋放出しているのは日本だけではありません。原発を持つ世界の国々が放出しているのです。もちろん中国も放出しています。しかも日本は汚染水を流しているわけではなく、人体や自然に影響のない安全基準にまできちんと処理した処理水を流しているのです。それなのに中国では勝手な憶測が広まり、このように嫌がらせをしてくるようになったのです。嫌がらせ電話の中には自動音声のような声や子供のような声もあります。電話を受けたのは内陸の自治体や民間施設、一般の店舗などで、なぜ自分たちのところにそのような電話をかけてくるのかさっぱりわからないといった声が聞かれました。日本政府に文句を言ってくるならまだしも、処理水放出措置に何の関係もない一般の人々にこのような嫌がらせをしてくるのはかなり迷惑ですよね。しかもこのような迷惑電話をかける中国人たちに理由を聞くと驚く答えばかり。 SNS で流行っていてわざとかけた、友達が日本の電話番号を教えてくれてかけてみてと言われたのでただかけただけ、処理水のことをニュースで見てムカついたからかけた。ありえないですよね。この事態に対し
中国外務省の報道担当は嫌がらせ電話については把握していないと述べ、明言を避けました。中国が嫌がらせ電話の実情を把握しようとしないのですから、この状況はしばらく続きそうです。日本の処理水放出を受け、日本への対抗措置を取っている中国ですが、実は中国国内ではある異変が起きていました。スーパーである商品の棚が空っぽになっているのです。客たちが買い占めたのは海水塩。処理水の放出を受けて早めに在庫を確保しようとする動きが各地で起こっています。中国の SNS では今パニックになって塩を買い占める人たちの様子が拡散され、それを見た人も塩を買いにスーパーに殺到しているのです。処理水放出が始まった8月24日には山東省東部の港町伊海市内にある市場に塩を買うため数百人の市民が集まりました。そこではわずか1時間で4トン以上もの塩が販売されたというのです。また別の港湾都市遼寧省大連のコンビニでは、店主が数百箱の塩を積み上げて通常の2倍の価格で売られていました。中国の美団、ウーマーフレッシュ、ディンドンケイマンなどの食品のネット通販サイトでも塩は当然すべて売り切れ状態。さらに不安は煽られ、昆布の買いだめや自国産海産物でさえ避ける動きも発生しています。また中国の SNS で同時に広まっているのが根拠のない汚染水の動画です。汚染水の広がりをシミュレーションしているというもので、約240日後に日本から中国沿岸に到達するとされています。ただどのような根拠をもとにそのような計算がされているのかは全くの不明。中国当局が日本産の水産物輸入を全面停止したことと、国営メディアによる処理水の危険性が連日報道されていることで、中国国民に恐怖が植え付けられてしまったのです。中国当局や漁業関係者などは福島処理水放出に強く反発しておきながら、一方では過度な不安の広がりには警戒を示しています。そして中国国民の間で広がる動揺に対し、中国政府と国営メディアは韓国の真似をするなと呼びかけています。一体どういうことなのでしょうか。2023年6月、処理水放出が秒読みに入った頃、韓国でも中国同様に塩の買い占め現象が起こりました。海水汚染への懸念から、科学的な根拠もない情報が拡散し、放出開始前に塩の買い占めが起こり、価格が急騰した騒動が起こったのです。これもニュースでかなり大きく報道されたため、ご存知の方が多いのではないでしょうか。この騒動の背景には、韓国の野党や左派系団体による煽りがあり、日本への過剰反応も含め、韓国社会の歪みが露骨に現れていました。最大野党である共に民主党が、処理水放出は放射能テロだ、漁民が皆死ぬといった根拠のない過激な宣伝や、放出に反対する署名活動も展開していたのです。今回中国がやっていることは韓国とほとんど変わりないですよね。しかし中国は、我々は韓国人よりも理性的だなどと呼びかけることで事態の沈静化に乗り出しているのです。中国塩業連合会は24日、中国メディアの取材に、中国は厳格な食品安全規定を持つので韓国人のやり方を真似しないよう願うと述べていました。科学的根拠がないのに一方的に日本の水産物輸入を停止し、国民に恐怖を植え付けている点でもう同じなのですが、中国の有名コラムニストの古釈新元環境時報総編集長は、上海の日本食堂にはたくさんの客が来ている、上海市民は韓国人よりも理性的だと記事に書いています。果たしてどうなのでしょうね。中国人が韓国人よりも理性的かどうかはさておき、中国在住の日本人によると、過剰に反応しているのは一部の中国人のみであることは確かなようです。ほとんどの中国人の間では話題にもならないというので、日本政府は変に干渉せず、そのまま泳がせておく方が良いのかもしれませんね。そもそも処理水とは一体何なのか、本当に海に放出して大丈夫なのかと思われている日本の方も多いのではないでしょうか。この処理水放出の発端は、2011年3月11日に起こった東日本大震災に遡ります。マグニチュード9の巨大地震が高さ15メートルもの津波を引き起こし、
福島第一原発にダメージを与えました。東京電力福島第一原発では、原子炉のメルトダウンを防ぐシステムは地震の揺れには耐えたものの、津波によって大きな損傷を受け、3基の原子炉がメルトダウンしました。メルトダウンが起こると水蒸気爆発が起こり、放射性物質が直接外気に制御不能状態で放出されることになるのです。このメルトダウンは1986年のチェルノブイリ原発事故以来最悪の原発事故と言われています。その影響で約15万人以上が避難生活を余儀なくされ、現在も立ち入りが禁止されている区域が残っているほど。福島第一原発は現在廃炉に向けて作業が進められていますが、そのプロセスには数十年かかると言われています。1日あたり100立方メートルの汚染水が発生し、その汚染水は多角種除去設備 ALPS で処理してタンクに保管されます。そのタンクが満杯になるのが2024年2月から6月頃と試算されているのですが、実はすでに保管できる量の 97% に達してしまっているのです。そのため日本政府は海洋への放出を決定したのです。もちろん汚染水に含まれるほとんどの放射性物質は ALPS 処理で取り除かれ、処理水となります。しかし放射性物質のトリチウムが残る処理水は分離して除去するのが困難なため、海水で安全基準の40分の1未満にした上で海底トンネルを通じ1キロ先の沖合で放出します。この処理水、実は日本だけでなく世界中の原子力発電所で定期的に放出されているのです。しかも今回の福島の処理水を上回るトリチウムを含む排水です。世界中で排出されているということは、安全性はすでに証明されているということではないでしょうか。実際にイギリスの研究者などは、放射性物質の濃度が低いため処理水の海洋放出による健康への危険はないと、科学的見地から問題はないと分析しています。もちろん処理水から完全に放射性物質がなくなるわけではありません。しかし専門家によると、トリチウムなどから放出される放射線は弱く、大量に摂取しない限りは危険ではないとしています。また IAEA 国際原子力機関のラファエル・グロッシ事務局長も、2年間にわたる調査の結果、処理水の放出が人や環境に与える影響は無視できる程度だと述べました。この結果を受け、韓国も同様の評価を下したものの、原発の周辺地域で取れた日本の水産物の輸入禁止は堅持しています。同じく中国と香港も同様の禁止措置を延長すると発表しました。 IAEA の報告書をもってしても、近隣諸国の懸念を和らげることは不可能だったのですね。ところで面白い事実があります。それは中国の原発の方が海を汚染しているということ。散々日本を非難している中国ですが、イギリス BBC の記者によってそれが拡散されました。中国が海洋放出する原発処理水に含まれるトリチウムの量は日本の 6.5 倍にも上ります。自国の処理水については沈黙し、バッシングするのはあまりにも姑息ではないでしょうか。海外からの反応も中国を嘲笑するものが多く見られます。中国の方が福島原発よりも放射性物質を海に流していることは知られてないのに、究極の偽善だね。近隣国の邪魔をするための中国のプロパガンダが中国国内で塩買い占めのパニックを巻き起こしただって。ブーメランで笑った。日本に住む中国人が日本の塩まで買い占めないか心配だわ。日本の処理水は問題ないよ。それより中国人は CO2 の心配をしないと。これで中国が日本の領域で違法な漁業をしなくなるからいいんじゃない。連日中国からの嫌がらせ電話や日本の水産物輸入停止措置など、さまざまな問題が報道されて、日本人としては嫌な気持ちになりますよね。デマが SNS で拡散されることで、さらなるデマや風評被害が増えてしまうのも今の時代では仕方がないことなのでしょう。しかし非科学的な情報によって国民が振り回されている中国の様子を見ると、いかに正しい情報を得て判断することが大事なのかということがよくわかります。今回の中国の歪んだプロパガンダはまさしく自国への特大ブーメラン。根拠なく日本を非難することで、最終的に自国産の海産物ですら嫌うように仕向けたのは紛れもなく中国自身なのですから。日本の処理水海洋放出に
中国が過剰反応。しかし日本にとっては好都合。中国政府は日本を含む海外への団体旅行を8月に解禁。コロナ前のように中国からの訪日客が増えると予想されていました。しかし先日行われた福島第一原発から処理水が海洋放出された影響で、日本観光禁止が中国政府によって発動されようとしています。中国としてはこうした規制によって日本は困ってしまうと思っているようですが、実は日本にとってみたらありがたいことなんです。中国が日本にしている嫌がらせが日本にとっていい方向に向かってしまうという、なんとも皮肉な事態が起きているんですね。一体なぜ日本にとってはいいことなのでしょうか。そこには中国人のマナーなどが関係していました。それでは行ってみましょう。中国は2020年1月から新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、日本への中国国民の団体旅行を禁止にしていました。それが2023年8月10日に解禁されたばかりでした。コロナウイルスが流行する前の2019年までは、訪日中国人客数は6年連続で増加。2019年には959万4394人と1000万人に迫る勢いで、訪日客全体の3割を占めていました。消費額は1兆7704億円と、訪日客全体の 36.8% で、いずれも国・地域別で最多でした。1人当たりの買い物額も10万円を超えており、百貨店やドラッグストア、家電量販店で大量に商品を買い込む爆買いが代名詞として定着するほど。しかしコロナウイルスの流行で激減し、2022年の訪日客は18万9125人となります。今回の団体旅行の解禁を機に、再度中国人観光客が増えるだろうと予測されていました。そのため中国人観光客がいなくなると日本の経済に影響があるのではないかと思われがちですが、実は日本は現在オーバーツーリズムに頭を悩ませているのです。オーバーツーリズムとは日本語で観光公害と言われ、特定の観光地において訪問客の著しい増加などが地元住民の生活や自然環境、景観などに悪影響を及ぼす状況のこと。その結果観光客自身にも悪影響となり、満足度を著しく低下させています。現在、中国以外の国からの旅行客が非常に多い状態にある日本では、ホテルやトイレなどが足りないと言われています。中でも問題視されているのが、日本の象徴ともいえる富士山。2013年にはユネスコの世界遺産にも登録されたことで、海外の人たちからも脚光を浴びています。しかし、外国人観光客の増加で山小屋が満室になったり、頂上までの道は混み合っている状況で、落石や転落などがあった場合に対処できないと問題視されているのです。富士山だけでなく、2022年12月に映画版が公開されて大ヒットとなったアニメ「スラムダンク」の舞台となった鎌倉の踏切では、車道や住宅地への立ち入りなど迷惑行為が横行。日本はこのように現在オーバーツーリズムの状況であり、中国人観光客が訪日すると状況はますます悪化することが予想されるのです。そのため中国人観光客が減るということは、実は日本にとってはむしろ喜ばしいことだという声が多く上がっています。もともと中国人観光客の一部のマナーの悪さは話題になっていました。中国人のマナーは日本国内だけでなく海外でも問題視されているのです。公共の場で広がって写真撮影をしていたり、記念撮影のスポットでは待っている人がいるにもかかわらず納得いくまで撮影している中国人観光客の姿も。また中国は喫煙率が世界でも高い国で、タバコを吸う場所に関して規制もほとんどありません。そのためエレベーターやトイレの中など場所を問わずにタバコを吸う人も中には存在します。日本では歩きタバコは禁止となっている地域が多いですが、
中国ではそのような法律がないので、日本でも歩きタバコをすることが問題視されているのです。さらに、日本人に聞いた中国人観光客のイメージで最も多かったのが、大きな声での死語でした。電車などの公共機関やレストランなどでも、ところ構わず大きな声で話している中国人観光客を見かけた方は多いのではないでしょうか。もちろん全ての中国人観光客に当てはまることではなく、あくまでも一部の人ですが、こういったマナーの悪さが目についてしまうのも事実です。文化の違いと言われるとそれまでですが、やはり他国に旅行に来ている以上、その国のマナーに関して少し知っておいて、理解を示してほしいと思ってしまいます。中国からしてみると、日本への観光旅行を中止する嫌がらせで困らせたかったのかもしれないですが、逆に日本にとってはいい方向になっているのが皮肉ですね。中国が海外への団体旅行を解禁してすぐの2023年8月24日に、福島第一原発で生じた処理水の海洋放出が行われました。処理水の放出の際、焦点になっているのは食の安全です。まずは処理水についてご説明します。2011年3月に起きた福島第一原発の事故の際に、溶けて固まった燃料デブリを冷やすための水が燃料デブリに触れ、放射性物質を含んだ汚染水となりました。さらに地下水や雨水が原子炉建屋やタービン建屋といった建物の中に入り込んで汚染水と混ざり合うことで、新たな汚染水が発生します。処理水とは、福島第一原発の建物内にある放射性物質を含む水を、トリチウム以外の放射性物質を安全基準を満たすまで浄化した水のこと。トリチウムとは水素の仲間で、日々自然の中でも発生しているものです。そのため水道水や雨水の中にもあり、私たちの体の中にも含まれている、自然界にも広く存在する放射性物質とされています。処理水は消火処理をしっかりと行った後、敷地内のタンクに保管され、処分前に海水で大幅に薄めます。薄めた後のトリチウムの濃度は、国の定めている安全基準の1/40、 WHO 飲料水基準の約1/7未満にまで薄まります。もともと日本が定めている基準は世界基準よりも厳しいものなんですね。安全基準を満たした上で、放出する総量も管理した上で処分を行うので、環境や人体への影響は考えられません。このように処理水が放出されても安全面はしっかりと保障されているのですが、中国は放出に関して過剰なまでの反応を見せます。まずは日本の水産物の輸入を包括的に禁止します。中国はすでに福島県、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、長野県、新潟県の10都県産の食品などの輸入を停止。これに加えて10都県からの水産物の輸入を禁止としました。香港も本土に足並みを揃え、10都県からの水産物輸入を禁止にする考えを事前に明らかにしていました。中国への輸出ができなくなることで、中国からすると日本は困ったことになるであろうと考えているようですが、実際はそれほど大打撃でもないんです。農林水産省の2022年の農林水産物食品の輸出額の統計によると、2022年の水産物の輸出総額は3873億円。輸出先の第1位は中国、2位が香港、3位がアメリカとなっています。中国向けの輸出額としては871億円、香港向けは755億円。水産物の輸出総額に占める中国の比率は 22.5% となっており、香港は 19.5% のため、合計で 42% にも達します。中国による水産物の輸入停止措置は、日本の水産物輸出、水産業にとっては大きな打撃になるでしょう。しかし、日本の輸出、あるいは経済に与える影響は限定的と言えます。中国及び香港向け水産物輸出が輸出全体に占める比率は
0.17% にしかなりません。さらに輸入停止が1年間続いたとしても、日本の GDP の押し下げ効果は 0.03% なのです。中国としては日本に大ダメージを与えたと思っているのでしょうが、大きな目で見ると日本にとっての打撃はそれほど大きいものではないのですね。中国政府の日本に対しての嫌がらせとも取れる行動は輸入禁止だけでは終わりません。中国の主要公式メディアでは連日日本政府の対応を批判し続け、なんと日本への旅行と観光の禁止まで検討しているというのです。中国人民政治協商会議の組織の委員を務めている周古平氏という人物が執筆した文章が中国の法王網というウェブサイトに8月25日付で掲載されました。その内容を簡潔に説明すると、日本は福島原子力発電所の汚染水を露骨に放出し、国際社会の制止を無視して地球規模の海洋環境の破壊を主張している。資源と人類文明の大災害の可能性を考慮し、日本が兵器汚染水の放出を完全にやめない限り、中国は日本への団体旅行や個人の旅行を停止する。日本は長期にわたり放射性汚染という犯罪を起こすことになる、と書かれていました。中国が言う兵器汚染水として問題視するのであれば、年間238兆ベクレルのトリチウムを放出している中国の台山第三原発はなぜ問題視していないのでしょうか。現在福島で生じている被害は、このような風評被害により発生している経済的損失なのです。実際にはきちんと汚染水は処理されることで処理水となり、問題ない基準まで薄めた上で海に放出されています。私たちが海産物を食すことも何も問題ありません。日本は検査も定期的に行っており、安全面は十分に考慮されています。その上でこのような兵器汚染水などと言われるのは風評被害でしかありません。中国では日本のこのような安全面に関しての報道はされておらず、主要メディアはこぞって兵器汚染水と報じています。こういった政府の情報操作によって中国国民に間違った情報が伝わり、日本の海産物に対してマイナスなイメージを持たれるのは非常に残念ですね。せめて正しい情報を報じてほしいと思いますよね。このように日本の処理水放出へ過剰とも言える反応を見せている中国に対して、日本政府も外交攻勢を強めています。日本は放出を支持する国際原子力機関や関係国と連携することで中国の孤立化を浮き彫りにし、国内水産業への支援も強化しようと動いているのです。 IAEA 国際原子力機関は8月24日原発に駐在する専門家が最初に放出する処理水のトリチウム濃度を測定し、運用基準を大きく下回ることを確認しました。処理水の放出開始から一夜明けた8月25日、日本の林外務大臣と西村経済産業大臣はIAEA のグロッシ事務局長とそれぞれテレビ会談を行いました。その中でグロッシ事務局長は、想定よりはるかに低いレベルだ、 IAEA は国際社会の目としての役割を果たした、最後の一滴が放出されるまで関与していく、と述べています。林外務大臣は同日、メキシコのバルセナ外務大臣とも電話会談を行い、バルセナ外務大臣から、日本が国際基準を遵守することを信頼していると放出への支持を取り付けています。このように基準値などを確認した上で各国が支持している中で、中国は科学的根拠が何もないまま輸入停止措置を決めたのです。このような措置が続くと国内水産業への打撃は避けられません。そのため対策として松野官房長官は、風評被害などに備えて準備していた300億円の基金を活用し、中国以外の販路開拓に対して支援する考えを示しているのです。一部では今後台湾有事や中国経済の崩壊によって日本の水産業も中国のマーケットを切り捨てることになるかもしれないと言われています。そのため水産業者にとっては
補助が出る今が他のマーケットに舵を切るチャンスだという意見も見られます。実際に中国は日本から輸入した殻付きのホタテの殻を剥いて他国に輸出していました。それを今後新たに日本国内で殻を剥く加工施設の建設を後押しし、日本から直接輸出できるようにすることなどが挙げられています。確かに補助を利用して新たなマーケットを広げていくことは日本にとっても大きなチャンスになるのではないでしょうか。中国がこのような措置を取ったことで、改めて中国との関係を見直すいい機会だったのかもしれませんね。ではここで中国の輸入禁止措置や旅行禁止に対して海外の方はどのように考えているのでしょうか。海外の方のコメントをいくつかご紹介します。日本政府や処理水に関わる人たちは状況を確認しダブルチェックしています。なので全て問題ないと私は信じています。中国は確か前もオーストラリアの石炭を禁輸して発電できず、自分の首を自分で絞めてたよね。今回も同じことになると思うよ。中国人はポイ捨てとか注意しても聞く耳持たないから、日本に行かなくていいよ。日本が綺麗なままでいられるからね。中国人の日本への旅行禁止は日本にとっていいことしかないよ。以前日本に行った時、ドラッグストアを占領して買い物してて邪魔だったんだ。日本の皆さん大丈夫です。中国以外にも日本に遊びに行く外国人は大勢います。水産物もいっぱい食べるから安心してね。日本に対して好意的な意見が多く見られて非常に嬉しいですね。中国との取引には大きな問題がいくつもあるため、遅かれ早かれ中止になっていたと思われます。それが今来ただけと捉え、新たなマーケットを広げていくチャンスとしていきたいですね。日本の水産物は世界に誇れるものだと思います。外国人観光客にも寿司は大人気です。日本の水産物の素晴らしさを今後も世界に発信していきたいですね。福島の処理水問題、日本を散々非難する中国。しかし彼らの方が高放射線量を排出しているようです。皆さん、福島の処理水の海洋放出に関して、中国が日本の水産物の輸入を全面的に一時停止するなど過度な反応をしていることをご存知でしょうか。この問題は世界的にも注目を浴び、多くの議論を引き起こしています。2023年8月28日に駐日中国大使館のホームページに掲載された大使館メッセージによると、中国大使のウー・ジャンハオ氏は次のように中国の立場を説明。日本は国際的な反対を無視して核汚染水の海洋放出を行い、国際社会の怒りを引き起こしている。また海洋放出が世界の海洋環境と健康に大きなリスクをもたらしているので、日本は現実を受け止め海洋放出を即座に停止すべきであると指摘しました。そんな中、中国で放射線測定器を使って自宅で放射線量を計測したところ、日本よりも中国の方が数値が高い結果が出たというニュースが飛び込んできました。中国の放射能汚染状況は一体どのようになっているのでしょうか。また果たして本当に日本は処理水ではなく汚染水を放出して世界から批判を浴びているのでしょうか。今回はそのあたりを深掘りしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。日本が2023年8月24日に東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出を開始したことで、中国は強烈な反発をしています。そんな中、中国上海市のあるネットユーザーが自宅でガイガーカウンターという放射線測定器を使って放射線量を測定しました。すると、なんと驚くべきことに、福島の 3.0 マイクロシーベルトよりも高い放射線量が検出され、最高で 9.7 マイクロシーベルトに達していたというのです。中国中央テレビのニュースによれば、東京の放射線量は 0.01 マイクロシーベルトと報じられています。それと比較すると、上海在住のネットユーザーの自宅では
なんと東京の976倍にも相当する数値が検出されたのです。このネットユーザーは、ガイガーカウンターは半年前に購入したが、まさか自宅で数値が爆発するとは思わなかった。もう頭が痛い。と綴りました。日本の処理水放出を批判する中国ですが、まさか自国の方が900倍以上も上回っていたとは、驚きですよね。さらに、台湾メディアのニュートークによれば、カナダのヨーク大学准教授は、中国国民は放射能汚染されたものを避けるために、ガイガーカウンターを購入して水産品を検査しているが、多くの人は汚染を発見できなかった、と指摘しています。そして、中国の建材は広く基準値を超える放射性物質が含まれるという問題が存在し、このことは多くの中国国民を非常に驚かせている。各都市が相次いで検査を行っており、中国の建築物の放射能汚染状況は珍しいことではない。人々は不動産業者に不満を言い始め、中には政府当局との癒着を疑う人もいる。と説明しました。また、今では放射能汚染は海からではなく、自宅やオフィスから来ており、毎日基準値を超える放射能汚染にさらされていることが分かったのだ。とも指摘したのです。さて、中国の建材から多量の放射線が検出されたとのことですが、その原因はなぜでしょうか。原因はいくつか考えられます。中国が世界の生産を独占しているレアアース。レアアース鉱石の多くには放射性物質が含まれており、鉱石の採掘や精錬に伴って多大な環境汚染が発生しています。また、日本原子力研究開発機構のホームページによると、中国、広東省陽江では建材に使われている粘土に多くの放射性物質が含まれているとのこと。その結果、屋外より屋内の方が放射線量の高い状況になっているのです。さらに、環境省のホームページに掲載されている情報によると、世界には日本より2倍から10倍程度も自然放射線が高い地域があるというのです。その中でも、中国の陽江は自然放射線レベルが高い地域になるとのこと。その原因は、ラジウムやトリウム、ウラン等の放射性物質が土壌中に多く含まれるからです。実は、中国は急速な経済発展によって、建材として使う砂が不足する問題が生じました。そのため、過去に核実験を行った場所や、自然放射線が高い地域の砂を使わざるを得なかったという背景もあるようです。10年以上も前から、これらの砂には放射性物質が含まれていて、それがレンガやセメント、アスファルトなどの建築材料に混ざってしまっていたんですね。今回の騒動により、中国国内で放射線量を測る人が増えたことで、この問題が明らかになりました。中国の建築材料から高い放射線量が検出されたことは、中国の不動産市場が急速に崩れつつある一因とされています。また、中国政府は行き過ぎた不動産業者に厳しい資金調達規制をかけており、中国の大手不動産企業である恒大集団も例外ではありません。恒大集団は以前から経営危機が表面化しており、自主的な経営再建を試みている段階でした。しかし、恒大集団の財務状況は極めて深刻で、現実問題として自主的に経営を再建できる見込みは薄そうです。中国の経済成長はすでにスローペースとなっていて、ここでバブル崩壊が訪れれば、長期の景気低迷に入る可能性も。日本人の中国の不動産投資率は多くはないので、日本人が個人的に受ける影響は少なそうですが、やはり中国と取引のある日本の企業は多いので、多大の影響は受けるでしょう。日本への影響を最小限に抑えるために、不動産バブルが一気に崩壊するようなことにはならないよう、中国政府には何らかの対策をお願いしたいですね。まさか中国の人々も日本の海産物を食べることよりも自分の家の中にいる方が放射線量が多いとは夢にも思わなかったことでしょう。中国は自国の放射線量を顧みず、8月の処理水放出以降、日本批判をますます強めて、中国国民の怒りを煽り、人々に恐怖と疑念を広げているのです。実際に訪日旅行のキャンセルが相次ぎ、中国からと思われる嫌がらせ電話が日本に多数かかってきています。また、中国にある日本人学校には石や卵が投げ込まれ、北京の在中国日本大使館にはレンガが投げつけられるなどの事件も発生しています。
北京に住んでいる日本の方々がどんなに恐怖を感じたことでしょう。想像しただけで胸が締め付けられますね。さて、このように実害が出るほど影響が広がっている中国政府による日本批判。中国の言うように世界と比べて本当に日本は高濃度の放射性物質トリチウムを放出しているのでしょうか。ここで一旦、そもそも処理水とはどういうものか皆さんにご説明しておきたいと思います。福島第一原発では2011年の事故で溶け固まった核燃料を冷やすために現在も水をかけ続けています。その冷やした後の水には放射性物質が含まれているんです。その水に含まれる大部分の放射性物質は核物質を取り除ける装置を使って取り除いています。しかしトリチウムだけは取り除くことができず、現在まで排水をタンクに溜めてきました。ただ溜め続けるのにも限界がありますよね。日本政府は専門家との議論を重ねてタンクの容量の上限を超えてしまう前に溜めている排水をどのように処分するかについて検討してきました。そしてトリチウムの濃度が環境に影響がないように、その処理水を海水で十分に薄めて海洋に放出して処分することになったのです。ちなみにトリチウムは水素の仲間で、実は自然界にも広く存在する放射性物質なんですよ。水道水や雨水、私たちの体の中にも含まれていて、日々自然に発生しているのです。濃度が低いトリチウムが出す放射性のエネルギーは非常に弱く、紙一枚で遮ることができるほど。つまり今回排出した処理水はトリチウムの濃度も放射線量も低いのです。では中国はどうでしょうか。参考にしたのは、処理水放出にあたって経産省が作成した世界の主要な原発におけるトリチウムの年間処分量という資料です。このデータを見てみると、福島が海洋放出する年間予定量と比較して、中国の原発は最大で約 6.5 倍のトリチウムを放出していることが分かりました。資料によると、2020年には東シナ海に面した浙江省の新山第三原発で143兆ベクレル、2021年には広東省の陽江原発で112兆ベクレルと、日本が今回実施する年間22兆ベクレルという水準をはるかに上回るトリチウムを放出していたのです。それにもかかわらず、中国政府は周辺国の海洋環境や健康に影響を与えるとして日本を批判しているのですね。その結果、中国国内では政府のニュースを信じた国民たちが食塩を買い占め、騒動にまで発展しました。これは中国の塩に添加されているヨード分に体内の放射線を除去してくれる効果があると信じられているからです。スーパーなどでは塩の奪い合いまで発生しているようですね。トリチウムによる健康不安が水産物にとどまらず、食塩の買い占め騒動にまで発展したのです。そこに科学的根拠はないのですが。なお、中国駐在経験のある外交部記者は次のように述べています。中国の原子力専門書中国格納年鑑によると、新山原発は2021年には218兆ベクレルと日本の約10倍にあたるトリチウムを放出していたことも分かっています。こうした中国の二枚舌はもっと国際社会に訴え、日本批判の異常性を浮き彫りにすべきです。また現代中国に詳しい東京大学教授の阿古智子氏は以下のような見解を示しています。日本政府は中国に毅然とした態度で臨み、科学的根拠やデータを示していく必要があります。中国国内でも日本の海産物を扱う水産加工業者や貿易会社などが打撃を受けるわけで、中国政府は科学的にも経済的にも合理的な判断をしているとは到底思えません。ご存知の通り、中国は不動産不況で経済が冷え込み、公務員の給与さえ払えない地域も出て、社会が不安定な状況になりつつあります。国内で起きている反日活動を今後しっかりコントロールできなければ、不満の矛先が自分たち中国共産党へ向かう危険性もあります。阿古氏の意見でも触れられている通り、中国政府は自分たちへ矛先が向かわないように処理水批判を通して国民にパニックを起こし、反日感情を刺激しているようにも見えます。イギリスを拠点に偽情報に対抗しているデータ分析会社ロジカリーによると、中国政府と国営メディアは今年1月以来、処理水放出の偽情報活動を繰り広げているそうです。
ところで処理水の海洋放出によって福島の海産物に新たな風評被害が心配されています。最近の漁港の競りの状況はどうなっているのでしょうか。福島県いわき市の沼の内漁港では2023年9月7日の朝も常磐ものが新鮮な状態で並び競りが行われました。ヒラメは水揚げ量が少ないこともあって放出開始前よりも2割高い金額で取引されています。一方で中国への輸出がストップしているナマコは国内の流通量が増えたことにより放出開始前の約3分の1まで価格が下落しています。また水産物への影響は福島に限らず中国や香港への輸出量が多いナマコやアワビなどは販売する先を失っている状態です。というのも昨年の日本の主な水産物輸出先のデータを見てみると中国が約871億円、香港が約754億円と輸出先が中国と香港で全体の4割を占めているからです。中国の輸入規制がいつ解除されるかもわからない中日本の水産業に関わる方々からは不安の声が上がっています。一方中国への水産物の輸出規制を受けて日本国内では新たな動きも。外食チェーン大手のワタミでは居酒屋116店舗で国産ホタテを提供する日本の漁業応援キャンペーンを開始しています。キャンペーンの開始を受けて多くのメディアで取り上げられたこともあり今後もこうした国内での消費を促す動きが各所で行われることが期待されています。さてこの輸入停止の原因となった日本の処理水放出は中国国内で批判が大半を占めているようです。では世界ではどのような反応があったのでしょうか。安全保障が専門の元中納豆大使は次のように述べています。処理水自体が放射能を有したものではないし国際機関から人体や環境に影響を及ぼすレベルではないことが確認されている。全く憂慮するものではない。またハンガリーの日本語や東アジアの安全保障防衛政策が専門の大学講師は放射性物質を含む水ではないことをしっかりと認識するべきだ。適切な処理を行った上で人体や環境に影響がない状態にしたものが放出されているので気にする問題ではないと見解を示し、米国アントニー・ブリンケン国務長官は安全であり IAEA の原子力安全基準を含む国際基準に従っている。日本の計画に満足している。日本は計画に関して IAEA と緊密かつ積極的に連携し科学に基づいた透明性のあるプロセスを実施しており我々は満足していると発言しています。そしてマレーシアのメディアは名指しで中国を批判。日本は処理水放出について透明性を保っている。中国の外交は表面上では紳士的でも行動はそうではないと発言しました。このように肯定的な意見も多く寄せられていて諸外国で理解してくれている国もあり日本人としては安心しますね。中国ではできるだけ早く海産物の輸入停止を解除してほしいと願います。そして日本人の私たちも日本の海産物を美味しくいただいて応援したいですね。中国が日本の処理水放出によって水産物の輸入を禁止させて早1ヶ月。今、中国の漁業が大変なことになっています。東京電力福島第一原発にたまっていた処理水の海への放出が8月24日に始まりました。その処理水の放出から早1ヶ月。放出直後は中国の水産物輸入禁止の影響で日本はダメージを受けていましたが、実はいろいろと変化が起きていました。日本の水産業者は今回のことを機に脱中国を掲げ販路を広げていきます。そして中国以外の国は積極的に日本の水産物を輸入してくれたのです。また日本国内では水産物業者への支援という形でふるさと納税で例年より多くの納税を受けた自治体もあります。放出がきっかけでの中国からの嫌がらせで日本は大きなダメージが心配されていましたが、日本は自力でなんとか乗り越えられました。しかし一方で嫌がらせを行ってきた中国自身が実は大変なことになっているようなのです。処理水を核汚染水と呼んで非難した結果、自国の水産物も買い控えられてしまうという事態に陥っています。中国がどのような事態になっているのか詳しく見ていきましょう。
2023年8月24日、東京電力福島第一原発の中にたまる処理水の海への放出が始まりました。放出に反対していた中国は、日本産の水産物の輸入を全面的に禁止とし、日本から中国への輸出が大幅に減ってしまうという影響が広がりました。中国政府は処理水のことを核汚染水と呼び、日本政府に対して直ちに放出をやめて、近隣諸国を含むすべての利害関係者と十分に意思の疎通を図るべきだと主張。7月以降、各地の税関当局が輸入規制を強化し、放出が始まった8月24日から正式に日本産の水産物の輸入を全面的に停止しました。そしてその結果、日本からの水産物の輸入額は日本円でおよそ30億円ほどとなり、昨年の同じ月と比べると約 67% 余り減少するといった影響が出たのです。このままいくと日本はかなり大きなダメージが出てしまうのではないかと心配されていました。また処理水の放出に関して、中国国内でも日本に対する反発が見られました。処理水の放出直後、北京にある日本大使館にレンガの破片が投げ込まれるなどの事件が勃発。中国国内でのデモが警戒されていましたが、幸いなことに大きな抗議活動はありませんでした。中国の国営メディアによる放出に対しての反対キャンペーン報道も頻繁に行われていましたが、1ヶ月が経った現在は次第に減ってきています。しかし日本大使館には依然として1日に5000件から2万件程度、嫌がらせの電話がかかってきているのです。日本の飲食店や一般企業にも中国の番号から嫌がらせの電話が入っているようで、ニュースなどでご覧になった方も多くいらっしゃると思います。これに対して日本政府は中国側に対応を求めている状況です。輸入規制だったり嫌がらせの電話だったり、中国からの陰湿な行為には本当に困ってしまいますね。実際輸入規制の嫌がらせは規制直後、日本の漁業に大きなダメージを与えました。しかし放出から1ヶ月が経ち、いろいろと変化が出てきました。今回の輸入規制を機に、日本では脱中国を掲げる業者が増加したのです。大分県佐伯市にある養殖場ではハマチが7万匹養殖されています。天然の稚魚を捕獲し1年半ほどかけて育て、1匹4キロほどあるハマチもいるほど。ブランド名は若武者と言います。弾力のある歯ごたえとしつこくない上品な脂乗りが特徴的なハマチです。8月に中国にハマチ2万匹を輸出する予定でしたが、中国政府の輸入禁止の影響で全てキャンセルとなりました。養殖場の代表は、処理水を流したら取引がなくなるかもしれないというのは聞いていた。しょうがないというか、どうしようもないかなと思いますと話します。この養殖場にとって中国とは初契約で、初回の取引は8月からの予定でした。ハマチ2万匹のキャンセルの損失額としては約1億円ほど。出荷できない間も餌代は余計にかかってきます。出荷が遅れてしまうと1000万から2000万円ほどコストが上がってしまうのです。しかし養殖場の代表は、逆にこういったピンチをチャンスに変えられるような動きをしていこうと思っています。嘆いている暇はないという感じですと話します。とても前向きな発言でかっこいいですね。すぐに頭を切り替えた代表は、新しい出荷先に営業の電話をかけ、キャンセルになったハマチ2万匹のうち4割ほどの出荷先が決まったのです。台湾のホテルなど海外への販路も広げつつあるといいます。また福岡にある飲食店も若武者が新しくメニューに加わることとなりました。店主はまず若武者の味と弾力に感動して入荷を即決したそうです。そして国内で作ったものを国内で消費するのはすごくいいことだと思っていますと話します。他にも魚の養殖や加工を行っている愛媛県にある会社は、輸出事業が売上の3割を占めており、中国への輸出も多かったそうです。そんな中での中国の輸入禁止を受けて、いても立ってもいられない気持ちとなり、フランスで行われた日本の食品を PR する試食会に参加し、ブリの刺身を提供しました。用意した500食はあっという間になくなり、ヨーロッパの方たちから、このブリは脂が乗っていて非常に美味しいと大好評だったとのこと。なんだか嬉しくなりますね。こちらの会社はこの後もイギリス、ドイツ、オランダなど
1ヶ月以上かけてヨーロッパを奔走し、日本のブリをアピールしていきます。社長は日本の食材を見て食べて感じていただくことで分かっていただけると思う。時間はかかるが、災い転じて福となすとなっていったら良いなと考えています、と話します。このように今までは中国がメインの輸出先だった会社も脱中国を掲げ、前向きに捉え別の世界に広げていく活動を見せているのです。実際処理水の放出以降、日本貿易振興機構ジェトロには水産業者などからの相談が急増しているんだそう。脱中国を行い、販路をシフトしていかなければならないということで、約180件ほどの問い合わせや相談が入っています。世界各地で起きている戦争や紛争というリスクもあるため、輸出先の多角化というのは非常に重要な選択肢になると考えられているのです。ジェトロは8月下旬、海外18カ国のバイヤーを東京に招待、そして商談会を開催し、日本の水産業者の販路拡大の後押しをしています。日本の水産物は本当に美味しいので、一度試食してもらったらきっと取引したくなるはず。なのでこのような商談会はとても良いですね。その他にも国内ではふるさと納税で水産業者を支援しようという動きも広がっています。ふるさと納税仲介サイトを運営するサトフルによると、8月24日から27日の返礼品カテゴリー魚介・海産物の寄付件数が昨年の同時期と比べ5から8倍に上る日が続いているそうです。また検索キーワードランキングでもホタテやカニなどが急上昇し、利用者の関心の高まりが見られるといいます。同社は国内の水産事業者を応援しようという意図でお礼品を選ぶ寄付者が増えているのではと推測されるとしています。こういった動きを受けてサトフルは9月4日に水産事業者を応援する特集ページを急遽立ち上げました。多くの人にアクセスしてもらえているようで、日本国内でもなんとか力になりたいと考えている人が多くいるということを実感しますね。今後魚介・海産物の返礼品とともに関連事業者の声を紹介していき、不安や課題を抱えている全国の自治体・事業者の支援を推薦していきたいとしています。そして大手スーパーイオンの350店舗でも北海道のホタテやイクラ、カニなど水産物の特売セールを行い大盛況となりました。買い物に来た人の声を聞くと、中国で売れなくなったからだと思うので、あまり値段は気にせず買おうかなと思ってます。水産物の中でもホタテが大変だということを聞いたので、少しでも役に立てればと思い購入しました、という声がありました。中国による輸入禁止の影響を受ける生産者の支援が目的のこのセールは、イオンの取り組みとしてはこれまでで最大規模。イオンリテールの水産商品部小金沢さんは、処理水の問題で中国に対するホタテの輸出が止まっている中で、イオンとしては販売して応援していきたいと話しました。このセールは非常に好評で、十分な数量を用意しているものの売り切れそうな状況だとのこと。日本のピンチを日本で助け合おうという気持ちが見られるキャンペーンで、とても素敵ですよね。このように日本の水産物を取り扱う業者は脱中国を掲げ、新しい世界を広げていくとともに、国内の消費者も力になりたいと考え支援する動きが広がっています。中国からの嫌がらせで今後が不安な部分もありましたが、なんとか良い方向に向かっているようで、日本が底力を見せている状況とも言えるかもしれませんね。では輸入禁止を決めた中国は一体どうなっているのでしょうか。処理水の放出を繰り返し批判する中、ブーメラン現象が起きていました。中国の2021年のデータによると、漁業生産量は8500万トンにも上ります。日本は400万トンだったので、日本と比較すると約20倍ほどの差があるんです。中国で水産業が非常に盛んだということがわかりますね。中国の青島は水産業が盛んで、港には中国国旗を掲げた漁船が所狭しと並んでいます。ただ今年は水揚げされた魚やカニなどが値下がりしており、去年より 30% ほど安くなっているといいます。例えば去年23から24元、日本円で約467円から487円の魚も、今は20元、日本円で約406円ほど、
ではなぜ一体中国の海産物が安値になっているのでしょうか。海鮮市場の関係者によると、格汚染水を出したからだ。海鮮は上司や親戚などに送るが、格汚染水は健康を損なうから仕入れにも慎重になってるんだとのこと。中国政府が処理水のことを格汚染水と呼んで日本を批判した結果、中国産を含めた海産物全体を敬遠することとなりました。そして売れなくなってしまったため、水産物の価格自体が下がってしまったのです。日本に対しての批判を声を大にして繰り返したことで、周りに回って中国の漁業関係者が苦しむ事態になってしまったんですね。漁港に隣接されている海鮮市場は、漁が解禁されると例年観光客でにぎわっているそうなのですが、そちらも閑古鳥が鳴いている状態になっています。1日あたり40から50組のお客さんが減ったそうです。中国国内で海鮮物についてのインタビューを行ってみると、自国のものでも心配です、健康が第一だからといった声が多くありました。風評被害のブーメラン現象に対し、漁師や市場関係者は事態の長期化を懸念しています。地元の漁師の方は、代々漁で生計を立ててきたんだ、このままの状態が続くと廃業するしかなくなってしまい、家族と一緒に路頭に迷ってしまうよと不安な声を上げていました。このような事態を受けて、今まで反日感情を煽ってきた中国政府でしたが、一転して現在は遠回しに国民へ自制するように呼びかけ始めているといいます。日本の水産物が危険だとアピールすればするほど、自国の水産物も売れなくなってしまうという特大ブーメランを懸念してのことのようです。しかし、核汚染水というパワーワードの影響からか、なかなか水産物の消費量は回復していないよう。自分で撒いた種で自分たちの国にこんなにも影響が出るとは思わなかったのでしょうか。日本に嫌がらせをすることだけに集中してしまい、自分たちの国のことまでは考えてなかったのかもしれませんね。そうだとすると、中国国民の人もある意味被害者なのかもしれません。処理水の影響は水産物には出ないと言われており、これは国連の機関で原子力について高い専門性を持っている IAEA からも発表されています。処理水の海洋放出は国際安全基準に合致し、人および環境に対する放射線影響は無視できるほどであるとのこと。この事実を中国にもきちんと理解してもらい、一日でも早く日本に対しての嫌がらせをなくしてほしいですね。引き続き私たちは日本の素晴らしい水産物を美味しくいただきましょう。中国は日本を批判するあまり世界から孤立し、自国を苦しめる羽目に。そんな中国を横目に、ヨーロッパ諸国は日本の海産物の輸入制限を解除しています。現在、世界中から注目を集めている福島第一原発の処理水海洋放出問題。ニュースで取り上げられることが多いため、皆さんもその動向が気になっていると思います。しかも、中国がすぐに日本の海産物の輸入禁止を発表したことは記憶にも新しいですよね。しかし、この決断を下した中国はどうやら世界から孤立してしまっているようなんです。なんと、中国が輸入禁止を発表した一方、ヨーロッパ諸国はその発表を受けて逆に次々と輸入制限撤廃を発表したのです。実は皆さんが思っている以上に日本の見方は多いようですよ。本日の動画では、世界各国が日本を支持する様子、そして日本を何としても窮地に追い込みたい中国について詳しくご紹介していきます。最後には、中国に屈しない日本の姿も見えてきますよ。それでは早速行ってみましょう。すでにご存知の方も多いかと思いますが、処理水の海洋放出について少しご説明しておきましょう。福島第一原発では2011年3月の東日本大震災以降、原子炉の冷却に使用された134万立方メートルの水が処理され貯められてきました。これは1000基以上のタンクが満杯になるほどのとてつもない量です。もちろん、このままではいつか貯水の限界を迎えてしまいます。
そこで日本は処理水を海水で薄め、現場から1キロメートル先の海へ海底トンネルを通じて放出することを計画したのです。そして2023年8月24日、東京電力は福島第一原発にたまる処理水を太平洋に放出する作業を開始しました。放出完了には30年程度という長い年月が見込まれているそうです。当たり前ですが、この処理過程と放出計画は国際機関によって綿密に精査され、安全基準をクリアしています。国際原子力機関 IAEA の2年にわたる評価の末実行されているのです。IAEA の報告では、処理水の放出が人や環境に与える影響は無視できる程度とされています。それなのに騒ぎを大きくしているのは、いつも日本に対して敵対心を燃やす中国。相変わらず突拍子もない行動を見せています。一体どのような行動を起こしているのか詳しく見ていきましょう。中国は2023年9月、インドネシアで行われた東南アジア諸国連合 ASEAN 関連首脳会議でこのように日本を非難しました。日本政府は国際社会の強烈な疑問と反対を顧みず、一方的に核汚染水の海洋放出を強行した。中国はこれに断固とした反対と強烈な非難を表明する。そもそも中国は日本の処理水放出計画に対して最も批判の声を上げていた国であり、放出は極めて利己的で無責任な行為だ。人類の未来の世代に傷口を広げていると発言してきました。そして今回、中国の税関当局は福島県や周辺地域の水産物に課していた禁輸措置を日本全土に拡大すると発表したのです。中国はその理由を、日本は放出に関する決定の正当性と合法性、浄水場の長期信頼性、核汚染水に関するデータの信頼性と正確性を証明できなかったとしています。この言葉は聞き捨てなりませんね。なぜなら IAEA の報告書では、処理水放出が人や環境に与える影響は無視できる程度とされています。日本を批判するのであれば、なぜ処理水が危険なのか、処理水が環境にどのような影響を与えるのかを中国が提示するべきではないでしょうか。それどころか、中国人は処理水が海や生き物へ悪影響を与えているかのようなフェイク動画や写真を拡散するなど、道理に反した行動ばかりを行っています。また、日本に対する嫌がらせ電話や日本製品の不買を呼びかける書き込みが SNS で流行しているのです。しかし、そんな中国が言うことなど、世界は全く相手にしていません。では今回の処理水放出に対して世界各国がどのような反応を見せたのかご紹介していきましょう。まずイギリス政府は、日本政府を全面的に支持するとの声明を発表しています。アメリカの広報戦略調整官は、今回のことで懲罰的な経済措置を取るべき理由はいかなる国にもないとして中国の対応を批判しました。そして、ジャスティン・ヘイハースト駐日オーストラリア大使は旧ツイッターで、今日は大使館で福島の魚を使ってフィッシュ&チップスを食べています。オーストラリア人はフィッシュ&チップスが大好きです。オーストラリア大使館ではこれからも福島県産の食材を使っていきます。福島の魚は安全です。うまい。と動画を発信し、7万を超えるいいねを得ています。日本のためにこのような動画を投稿してくれるなんてとても嬉しいですよね。さらにアイスランド、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタインなどヨーロッパ各国は中国とは真逆の行動を見せています。なんと日本の食品に対する輸入規制を相次いで撤廃したのです。これは驚きですよね。こんなにも日本に味方がいるなんて皆さんご存知でしたか？中国が何と言おうと、世界は事実に目を向け、日本との関わりを冷静に判断しているのです。その事実をフランスのメディアが具体的に伝えてくれていましたよ。中国は処理水の放出に反対しているが、健康や環境への影響は取るに足らないレベルである、という記事を打ち出したのです。
その内容を詳しくご紹介していきます。日本から放出されるトリチウムの量は来年から年間22兆ベクレルと想定されています。この数字だけを聞くとなんだかとてつもなく大量に思えますが、実は世界的に見ると少ない数字なのです。日本の22兆ベクレルという数字は韓国のコリ原発の約半分、さらに中国の新山原発と比べると6分の1程度、そしてフランスで使用済み核燃料を扱うラアーグ再処理施設が放出しているトリチウムの量は1京ベクレルを超えています。そのためフランスのメディアは日本の処理水放出に関して他国と比較するのがバカバカしいレベルと表現していました。つまり何の問題もないと示してくれたのです。あれほど日本を批判している中国の方が6倍もトリチウムを放出しています。それなのに中国は自国のことを棚に上げ日本だけを批判しているのです。もはや怒りを通り越して呆れてしまいます。世界は日本を支持しているのに、中国がこれほどまでに強い批判を持ち続けるのはなぜなのでしょうか。中国は日本の海産物を輸入禁止にした理由を国民の健康を守るためだと言い続けていますが、実はこの動きは世界的に見ると政治的な意味合いが大きいと言われています。日中関係はここ数年あまりいいものとは言えず悪化の一途をたどっています。アメリカと歩調を合わせる動きをする日本は、中国が領有権を主張する台湾への支持も表明しています。台湾統一に強い意欲を示す中国としてはこの状況が気に入らないわけなんですよね。中国はこれまで日本以外にも台湾産のパイナップルやフィリピン産バナナ、オーストラリア産の石炭など輸入制限を断るごとに繰り返してきました。気に入らないことがあるとこのような攻撃を見せる中国、今回の海産物の輸入禁止もその一例を増やしたに過ぎません。つまり中国としてはただ単に日本を困らせたいわけです。でも今回の輸入禁止って水産業者はもちろん大きな影響を受けかねませんが、日本の被害は最小限で済むと言われているんですよ。確かに中国は日本にとって最大の水産物輸出市場です。しかし日本の世界貿易は自動車が大半を占めています。野村総合研究所によると、中国と香港への水産物の輸出は昨年の日本の総輸出のうちのわずか 0.17%。 たとえ輸入停止が1年間続いたとしても、日本の国内総生産を押し下げる効果は 0.03% に過ぎません。そのため経済アナリストらによると、日本は中国へ海産物を輸出できなくてもダメージは少ないため、その言動に振り回される必要はないというのです。では今回の中国の一連の動きを世界の人たちはどのように感じているのでしょうか。コメントをご紹介しておきますね。中国は自国の海域に日本よりもはるかに大量の放射性物質を垂れ流しているだろう。それで文句を言っているのはさすがに誰も味方しないよ。日本の処理水が安全でないなら、世界中が各国の処理水の放出を直ちに停止しなければならない。中国って急に貿易をやめる国だよね。しかも一方的。中国を相手にするということは深入りをしてはいけないってこと。世界はそれに気づいている。嘘の情報を流したり嫌がらせをしたり、本当に中国には困ったもんだよ。僕の国はなるべく中国と関わりませんように。日本から水産物の輸入を禁止しているけど、中国は日本近海で勝手に漁業してるよね。水産物が危険だと思うならそれもやめなよ。日本の処理水放出には不安を抱いていた。だけどその安全性は日本や世界の反応を見ているとわかる。そして中国が勝手に騒いでるだけだってすぐに分かったよ。世界の人たちも中国の行動に呆れているようですね。さて、中国が日本の水産物の輸入禁止を始めて約1ヶ月が経った頃、両国にある変化が訪れました。まずは中国。実は中国国内の漁業関係者が悲鳴を上げているというのです。
中国有数の港湾都市青島ではその影響が顕著に出ています。水産業が盛んで港には漁船が所狭しと並んでいるものの、水揚げされた魚やカニなどは例年に比べ値下がりしているそう。漁師や魚を販売している人たちからは、去年より 30% くらい安くなっている。今年は安い。例えば去年23元から24元、日本円で約467円から487円だったものが、今は20元、約406円になったという声が聞かれました。なぜ中国産の海産物の値段が下がってしまっているのでしょうか。それは中国政府があまりにも処理水を批判するので、中国の海にもその影響があるかもしれないと、自国の海産物を国民が警戒しているのです。それもそのはず、中国は処理水を核汚染水と呼んでいたため、国民もすっかり核汚染水だと思っています。そのため市場の関係者によると、本来海鮮は上司や親戚などに送るもの、しかし核汚染水は健康を損なうためみんな警戒している。だから仕入れにも慎重になっているのだそう。つまり中国が日本を批判すればするほど、中国の消費者たちは自国の海産物までも敬遠し、漁業関係者を苦しめる事態となってしまったのです。風評被害のブーメラン現象が起こり、自業自得の結果だと言えます。一方、日本の水産業者は新たな販路を求めて活発な動きを見せています。日本貿易振興機構、JETRO の担当者によると、この1ヶ月、水産業者などからの相談が急増しているとのこと。中国が日本の海産物の輸入禁止を開始したため、一気に販路をシフトしていかなければならず、約180件の問い合わせ、相談を受けています。輸出先の多角化というのは今後非常に重要な選択肢になるのだろうなと考えています、という現状を報告していました。さらにJETROは日本の食材に関心を持つ海外18カ国のバイヤーを東京に招待して商談会を開催するなど、販路拡大の後押しをしています。この動きに中国からキャンセルを食らった日本の水産業者たちは、今回中国から受けたカントリーリスクみたいなものはある種の勉強だと思って、逆にピンチをチャンスに変えられるような動きをしていこうと思っていますと、国内での消費や中国以外の国に向けてのアピールに努めているのだそうです。このように前向きに動き出している日本の水産業、中国が輸入禁止を解除するのを待つのではなく、脱中国を図っているのです。日本と中国、明暗が分かれてきましたね。中国は日本の処理水を核汚染水と批判し続け、結局それが自国民の不安を募らせ、自らの首を絞めることとなりました。自国の経済にダメージを与えてしまっているわけですから、おそらく気が気ではないでしょう。もしかしたらすぐに日本の水産物の禁止を解除するなんてことになるかもしれません。しかし日本はすでに脱中国に目を向けています。あれほど批判され迷惑をかけられた中国に、再び喜んで海産物を提供することはないでしょう。果たしてこれから中国と日本との関係はどうなっていくのでしょうか。ますます目が離せませんね。